はい、皆さん、こんにちは。キモチです。英語落語やってます。さあ、今回はスピーチやプレゼンテーションに役立つ Tips 動画紹介したいと思います。はい。月曜日の朝、朝礼、校長先生のお話、政治家の方たちの国会答弁や演説、まあ、場合によっては上司、共通するものって何だと思います？一つ目は、長い。たまにね、一緒にマネージャーと動画撮ってると、言われますというか、顔に出てます、彼女の。長いなぁ、いつまで続くんだろう、みたいな。そんなことを思うことありませんか？校長先生、政治家のお話から。もう一つ。それはですね、とか、あーとかが多い。場合によっては、特定の言葉を何回も何回も使ってしまう。てか、そもそも、自分の高校時代の先輩、実際よっていうのを何回も言ってました。実際よ、気持ち。実際よ、ほにゃららでほにゃららでほにゃらら、実際よ。いや、実際の場合と実際じゃない場合があるのかな、なんて思いながら一生懸命聞いてましたけれども。そうなんです。こういった不要なとかあ、そして不要な言葉の連続。これは聞き手を迷子にさせちゃうんですよね。すごく集中して聞かないと、今この人は何を話しているんだろう、わかんなくなっちゃうんです。もちろん、江戸落語をやってる話し家さんのように、リズムよくとかあを入れること、そういうことはあると思います。ですから、ゼロにする必要はありませんが、極力不要なとかあとか実際よとかそもそもねとかそういったものは排除していきたい、そんな風に思うわけですね。そのために今日少しアドバイスをこの動画を通じてさせてもらいたいなというふうに思います。話し出すとすごく長くなってしまうこの分野なので、今回は2つだけアドバイス、Tips をね、皆さんに示したいなというふうに思います。役に立ったなら嬉しいです。さあ、一つ目、これすごいシンプルです。どんな状況でも構いません。自分が話しているとき、雑談でもいいですし、友達と何かちょっと固い話をしている、会議中の自分、プレゼンテーションしている自分、もちろんスピーチしている自分、司会をやっているときの自分、何だっていいです。とにかく自分が何かを話しているときの姿を録音、または録画すること。第三者として自分を見てみる。で、数えてみるんです。とか、あーとか。まあ、これはなくてもいいよなっていうような挿入されている言葉を数えてみる。まず、それをすることで大きく変わります。というのは、自覚できるんですよね。大体、とか、あーとか多い人って、おそらく周囲がその人に言ってないです。誰々さん。あなた、あーがめっちゃ多いですよ。なんていうの言ってないと思います。ですから、まずは自覚すること。できれば録画がいいと思います。例えば自分の姿勢であったりとか、話してる目配せとか、話してる時の目配せとか、そういったいろんな特徴が出てきて、自分の癖が分かったりします。不必要に手とか動いてる時もありますので、そういったことが分かると思います。それがまず第一歩です。はい。そして次に、これ難しいんですけれども、まず第一歩として、話そうとしているものを極力短くしていく。いや、変な話なんですよ。幼稚園だとか小学校低学年の子供みたいな文章になっちゃいます。今日朝起きて学校へ行きました。給食はカレーライスでした。美味しかったです。みたいな形になっちゃう可能性もあります。でも、しばらくはそれで、辛抱してみてください。とかあとかいう人って全部つなげていく人が多いんです。いわゆる点と丸の丸を使わないで点でつないでいく人。そういった方は、とかあが多くなる傾向が多いんです。やっぱり丸で一つ文を終わらせると自然と間ができます。間ができると次何を話すべきかっていうことを考える余裕ができるんですね。
ところが点で繋いでいくと、間を作ることが怖いがゆえにこう、繋げていってしまうんですけども、繋げていくと間ができない。間ができないと考える余裕がなくなる。頭の回転に頼らざるを得なくなる。頭の回転が速い人はいいですよ。でもそうじゃない方にとっては、自分で自分の首を絞めてしまうことになるんですね。ですから、まずはしばらくの間、短くしてみることを心がけてみるといいんじゃないかなというふうに思います。そこで、まず自分の癖を知って、短く話すことで、意識して、とか、あーとか、不要な言葉を外していくっていうことができれば、そこから先、長くしていくっていうことは可能になると思います。はい。録画や録音で、客観的に自分の癖を確認してみる。あとは周りの人に、ざっくばらんに聞いてみるのもいいかもしれませんね。いや、前から言おうと思ってたんだけどね、こういう癖が多いよね、とかね。そういったことは聞けるかもしれません。そして、話すときに、話す文を少し短く、そしてしっかりと丸で終わって、息を吸う、間を作って、次の文に行く。この二つ、ちょっと守ってもらえますでしょうか。そうすると、数ヶ月後には、とか、あーとか、そもそもとか、実際よとか、消えてしまっているんじゃないかな。もしくはちゃんと減っている。減ると、本当に必要なとか、あーが、より効果的になる。これはもう保証できます。ということで、録音、録画、そして短くする。この二つ、意識してみてください。さあ、皆さんのお役に立てたら嬉しいです。また別の Tips 動画でお会いしましょう。ありがとうございます。今回の動画は多分 A も R も一回も言ってないと思います。ゼロ A と R ゼロであってほしい。そうだ。少し宣伝になっちゃうんですけど、トーストマスターズクラブに入会すると、ひょっとしたら A とか A とか減るかもしれません。毎回のミーティングで A、A カウンターっていう役があるんです。毎回メンバーのね、A とか A とかを数えて報告するなんていう役割があるんですよ。強制的に自覚させられるという、そんなシステムがあります。もし興味がある方、よかったらぜひお近くのトーストマスターズクラブ、見学行ってみてください。お待ちしてます。